新選組の池田屋騒動編と同時に収集を始めたのこの義経風雲録なんですけれども、最初の4つぐらいはねポンポンポンと、まあ手間暇かけず、まあ、ゲットできたんですけれども、まあ、リーチをかけてからですね、この義経と静御前、これがなかなかありませんで、まあ、結局3種類のやつだったのかな、3個1で販売してるやつを見つけまして、なんとかゲットして、今日ここにコンプリートしました。造形村が原型で、製作がボークス、まあ、あのフィギュアの老舗メーカーですね。昔よく、まあ、あのウルトラマン系の特撮シリーズでお世話になったんですけれども、ナイスプラスティックというか、まあ、どちらかというとシリコンに近い、柔軟性のある材質で、まあ、見事な造形になってますね。まあ、あのそれでは、あの今回買った5種類一つずつ説明しましょう。第1弾が牛若と平清盛。まあ、このフィギュアを見てもね、まあ、平清盛さんって、まあ、随分非道に見えるんですけれども、常盤御前と牛若丸さん引き裂かれてますね。でも実はこの人は敵将の子である頼朝や牛若の命を取らずにね、助けたりする、まあ、実に、情け深い、まあ、人だったわけなんですけれども。で第2弾がシャナオと弁慶。まあ、自分の出世の秘密を知ってですね、まあ、鞍馬山を降りて、まあ、打倒平家に邁進するんですけども、まあ、途中弁慶と出会ってですね、その弁慶を任せて、まあ、五条の大橋、これ弁慶の側面に映ってますね。まあ、有名な草話なんですけれども。で、第3弾、義経と木曽義仲。平家を、まあ、都落ちさせた、まあ、義仲さんと、まあ、宿命の対決を果たすんですけれども、まあ、僕昔あの義仲さんが平家をあの蹂躙した栗原峠にも行ったことあるんですよね。まあ、実にハンサムだったということなんで、まあ、いいフィギュアにもなってますよね。でこれが最後に購入した義経と静御前。まあ、静御前と言いますとね、あの吉野山で、義経と別れた後の、まあ、運命というのがすごい、まあ、悲劇的なんですけれども、まあ、吉川英治さんその辺はさすがに最後は、まあ、ハッピーエンドで、まあ、終わらせているところが、まあ、なんか救われた気持ちになりましたけれどもね。そして最後義経と平宣経、まあ、宿命のライバルですね。まあ、宣経さんは平家、唯一の豪遊の人だそうで、この時も壇の裏で、義経さんを掴もうとしたんですけれども、義経さんが後ろにねバッバッバッとこう飛び下がって、まあ、これが小舟八艘分だったことから八艘飛びと、まあ、言われてるらしいんですけれども、これで、まあ、無事コンプリートです。まあ、しかしねこのシリーズ、シークレットが頼朝さんと義経さんのツインフィギュアだそうなんで、まあ、探したいですね。まあ、他三国志の第2集やこの源平騒乱、さらには新選組戦場録なんか今、まあ、探してる途中なんで、これまたコンプリートでき次第、まあ、ご紹介したいなと思ってます。それとですね、奥観賞の方なんですけれども、山下ホビーから販売予定されていた天霧、これ の, あの販売があの延期になったという連絡をいただきまして、セントジョージ岬沖海戦、これができなくなっちゃったので、まあ、とりあえずですね、駆逐艦の磯風、浜風、そして今回買った雪風ですね、これを、まあ、裏風か谷風に改装してですね、17駆逐艦をテーマに、駆逐隊ですね、をテーマに1本仕上げたいと思ってます。